皆さんこんにちは。こんにちは、今回のようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出しまして阿蘇市一宮町宮地の潜水橋に来ています。こちらは私たちの後ろがですね、そうですね、ミヤマキリシマが自生することで有名なんですが、はい、まあ潜水橋というのは千人も酔うほどの渓谷という、うん、はい、それはそれは見事なミヤマキリシマがですね、見頃を迎えるんですが、まだちょっと残念ながら今はですね、まだちょっと早いですけどねですね、はい、5月中旬頃が見頃になるミヤマキリシマなんですが、はい、実はこの場所もですね、熊本地震以降立ち入りができなかったところで、4月の初めにですねやっと開通したばかりです、はい、そうですね、そのことについてまずお聞かせください。やっぱりミヤマキリシマ潜水橋の市民の皆さん方もそうですけど、うん、多くの方々が早く見たいなと思っておったのが、ようやく熊本地震の時、うん、この潜水橋に行く道路とかがズタズタになりましたし、また施設そのものが相当ひどくやられておりましたので、その修復ができたおかげでこのようにたくさんの多くの皆さん方の力によって無事来れるようになりました。今年こそは美山霧島のその潜水橋の辻いっぱい咲きますので、うん、皆さん方に喜んでもらえるんじゃないかと思ってますけど、はい、まあそんな中ですね、少し火山活動もやや活動していることがちょっと心配なんですが、はい、そのあたりについてはいかがでしょうか。ちょうど4月の確か16日の夕刻だったと思いますし、それともう一つは4月の19日の朝方にごく小規模の噴火を起こしました。全国でダーッと流れたから、はい、これは大変だなと思ったんですけれども、うん、その後火口の方もだいぶ小康状態を保っておりますし、日常においては何の被害もありませんでしたし、私たちも市民の皆さん方もいつものような生活を今している最中ですから、そこは失敗はないと思っております。ちなみに16日の前2日前に自主規制ということで1キロ圏域については立ち入りを禁止をしておりました。やっぱり安全を第一にしながら訪れる皆さん方、そしてその周辺で働く皆さん方が安心して楽しめるように、お仕事ができるようにその体制をいつでも整えておりますので、まずは安心をしていただきたいと思います。はい、この場所潜水橋はもちろんですが、はい、規制といいましても河口から半径1キロ以内で、そうですね、草千里までは行くこともできますし、はいはい、雄大なね、阿蘇の自然を大型連休はぜひたくさんの人に見ていただきたい。もう今度の大型連休はなんと10日間ということで、はい、すごい連休になっておりますので、うん、やっぱりちょうど春一番この阿蘇にとっては、うん、ますます良くなる季節でもありますし、緑が綺麗ですし、山々の緑もすごく綺麗ですから、もちろん自然に咲くいろんな花々、この美山霧島もそうですし、またツツジとか、あるいは波のスズランとか、それとか今度は花遊びの、これ西日本一のドームの中に大きなバラがいっぱい咲きますので、たくさん見どころがあると思いますので、まあぜひともおいでいただきたいと、はい、心から歓迎したいと思ってます。今ね、市長からいろんな花の見頃の話題が出ましたが、こちらですね、阿蘇の花ごよみ2019が、ね、もう開幕しておりまして、そうですね、はい、ここの美山霧島は本当にですね、見頃を迎えればこういうふうにピンクのこう、ね、すごいな、すごいんですよね、ことが見ることができるんですが、はい、まあ、咲き具合はだいたいいつ頃になりますかね。だいたい僕もちっちゃい時からここに来て見てますから、一番満開になる頃は5月の中ぐらいかなとは思うんですけれども、でもその前にもうつぼみもいっぱいついてますし、よくよく見ると大きなつぼみがたくさんびっしりついてますから、まあ、相当期待はできるかなとは思ってるんですけれども、そういうつぼみがもう待ちきれないということで早めにもう連休の時は咲いてくれると思いますから、
ぜひとも足を運んでいただいて、でもここだけではないんですよね。その後少しやっぱり高山植物ですから、高台のところで阿蘇山上一帯の方も草千里を含んでツツジがだん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 咲いてくることになりますので、ぜひとも楽しんで来ていただければと思います。はい、今ご紹介しました、花の祭典ですね、阿蘇の花ごよみ2019ですが、はい、ここでちょっとお知らせをですね、私の方からしたいと思います。いろんなイベントが期間中あ ありますね。はい、5月12日には阿蘇神社で野立てだったりとか、あとは、5月26日には、一宮中央駐車場、阿蘇神社の近くなんですが、ふれあい動物ランドおよびダイビング大会、その他にも、花遊びでは春のバラ祭りが、ちょうどですね、4月の27日、大型連休に入ってから6月中旬まで開催されていますし、またいろいろですね、阿蘇山上スタンプラリーですとか、フォトラリー、それからいろんな花を写したカメラマンの方の フォトコンテストも、はい、こちらもですね、毎年企画が寄せられていますので、ぜひ花の見頃、まだまだ6月中旬頃までいろんな場所で、はい、そうです、そうです、続きますので、特に先ほど言った何といっても九州最南端で、可憐な、はい、小さい白い、スズランも受精をしている珍しいところですから、ぜひ、とも訪れていただければと思います。はい、ではここで市長からクイズをお願いいたします。そうですね、今日のクイズは、ちょうどこの潜水鏡にある宮間霧島がいっぱいありますけれども、だいたい何株ぐらいあるかなというのが今回の、クイズにしたいと思います。はい、ヒントはですね、今回3択にいたしました。次の3つからお一つを選びください。1番は10株、2番は100株、3番は5万株です。うん、まあ私たちのね、後ろを見ればもう見れば大体もう分かるかなと思いますけど、はい、思います。視聴者へのプレゼントは、今回花遊びさんからバラドームの招待券、通常大人400円分の、ご招待券を10名分いただいております。うん、こちらですね、いつもは締め切りを持って抽選をして送っているんですけれども、今回はちょっと期日が6月、ありますよね、ということなので、今回は先着順で、正解者の中から先着順で皆様にお送りしますので、先着10名、早い者勝ちでございます。皆様どうぞお早めにご応募ください。今回の、ようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出しまして、現在開かれております、阿蘇の花ごよみを中心に市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。